このチェックってほんまに大事です。腰痛人口は2800万人ってずっと言われたままずっと変わらないんですね。しかもあれ40歳以降の数字ですけれども、実際もっといるだろうって言われてたりね。肩こりもめちゃくちゃ多いんですよね。肩こりってね、実際が肩の筋肉が硬いから肩こりと、で肩こりっていうことは肩こりを感じてるから肩こりありますって言うんですよね。実際調査する時も肩こりのあるなしで、あるかないかっていうことで調査するわけですよ。厚生労働省とかもね、それってただの主観ですね。ただの主観なんですよ、それってね。もうこれ科学的に分かってるんですけど、肩の筋肉じゃあガチガチやったら肩こり感じてるのかと、それ全く別なんですよ。これ実際肩の筋肉の硬度ですね、硬さ、硬度って電気硬度ちゃうよ、硬さを調べる機械があるわけですよ。でそれと肩こりの自覚あるなしですよね、調べ全然関係ない、不釣り合いなんですよ。関係ないんです。めっちゃくちゃ肩ふにゃり、やばやば、これ何マシュマロみたいやん、めっちゃ肩こりやねんって人おんねんで。だから実際の筋肉の硬さが肩こりというものを生んでるんじゃないんです、自覚。だから僕肩こりですよ。知ってる？だって筋肉って650個もあるわね。僧帽筋って言ったかって上中下に分かれててね、分厚みがあるやんか。僧帽筋でも深層部ってあるわけですよね、より入ってて筋肉って層になってるから、そうねなってるからあるわけでしょ。その深いエリアも広いやん。その広いエリアの中の深いところ、あここ凝ってんなとかね、あその奥のこれは肋間筋が凝ってるから外側まで硬くなってんなとかね、そのレベルで肩こりを感じてるわけですよ。そういう人にならなあかんっていうことなんです。そういう風に自覚してる方がいい、しない方がいいとかね、単純に分けられませんけれども、感じていることってすごく大事なんですよね。で肩こり日本人に多いって言われるんですよ。実際データ取ってみるとそうなんですね、まあ、肩こりっていう言葉が英語はないと、スティフショルダーっていう言葉がありますが、それほど日本みたいに肩こりを表現する言葉ではないですね、うん、日本は肩こりっていう言葉ありますね。これは夏目漱石さんが文章で書いてからすごくこの肩こりっていう言葉が入っちゃったんですけれども、昔は肩の荷と言ったんですね。素敵ですよ、肩の荷やで、やばくない？ちょっとお前肩の荷しゅいすぎやで、お前んな頑張らんでえぞ言ってくれたんですよ。すごくない？江戸時代そう言われたらさ、なんかキュンってなるよね。ありがとうってなるよね。でそれが肩こりって言ったら全く別物に聞こえますよね。だからね、昔の日本人ってやっぱり精神と体って一体であったっていうのがこれ言葉で示してますよね。肩の荷しょいすぎやでと、頑張りすぎちゃうと、頑張りすぎの証は三枚やでってことやね、うん、全然ウケないですね今日もね。だから自覚あるなし関係肩こりってないんですね。で日本人はやっぱり感覚がすごく、そういうね体言葉とかね、肩の荷をしょうとか腹が立つもそうだし、腹座らせるね、そういう言葉残すぐらいだから、やっぱ身体感覚がすごくいいんですよね。だからすごく自覚してるんですよ。だからあるって言うんですよね。肩の凝り感じますかって言われた時に、鈍感だからないですよとアメリカ人はね言うわけですよ。英語喋れないから喋らないけどね。雰囲気だけで、日本人は言われたらありますね、すごく感じやすいってことなんですね。身体感覚にそれはいいことなんですよね。できたら皆さんも身体開発してるんであればね、肩こりは感じてたら丸なんですよ。それを緩めていこうとするじゃないですか。一般的に肩こってますっていう方と全然ちゃうんで、僕なんて肩ふにゃふにゃですからね。だけれどもこの奥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 の方にあるなというのを感じれるなっていったらさらに良いってことなんで、まあそんな体を目指していってほしいなってことですね。だからね、やっぱね、こういう客観チェック法って絶対必要ですよね。腰痛人口とか肩こり人口っていう客観的な数字データを出すんであれば、主観で測るんじゃなくてね、客観的な方法で測らないとダメですよね。だって自覚あるなし関係ないんだから。全然肩こりないっすよっていう、こんな万歳やったらどうする、これ絶対やばいやん、もうねえ、こんな人ほっといてあかんやんか。だからこういう客観的な指標を絶対作らないとダメですね。で、あ、そうかと、わ、めっちゃ疲れてるやん、おとすい、こんな番組、おとすい、めっちゃ疲れてるやん、おとすいって、それでならなあかんね。そういうの出してあげないとね、万歳、例えばこれぐらいですよ、ここの角度これぐらいですよ、めちゃくちゃお疲れモード学園、めっちゃやばいですよ、めっちゃお頑張り屋さんですよとか書いててくれたらさ、そんな厚生労働省のホームページに、私めっちゃ頑張ってんねやってなるよね。それがさ、もう冷たい、ああいうのでね、そういうのがいいよね。でも事実やもん、こんな万歳なる人めっちゃ頑張ってんねんね、これがちゃんといかない、めっちゃ頑張ってるから、めっちゃ頑張ってる、ピタってつく人頑張ってないとか書かれたらどうする。頑張ってるけどいい状態ですねと、きちんとそれを維持増進しましょうって書いてくれたらいいよね。そういうの絶対これから必要ですよね。ぜひそういう世の中になっててほしいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありま
たら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。